足立区立第四中学校は東京都足立区梅島一丁目に所在する区立中学校。1947年開校。通称は足立四中区内ではさらに四中。荒川河川敷北の旧千住地域を学区域とする。学区内にある小学校は足立区立足立小学校と足立区立弥生小学校。 1950から1960年代は進学指導が盛んだった。当時の中学生は上野高校を経て東京大学へ進学するのが常道であった。そのため地元の親戚、勤務先へ子供の住所変更手続きを取り学区外から越境通学してくる生徒がいた。当時中学校では50人学級が存在した状況で、 一学年が19組で1000人近く存在するマンモス中学校になったことがある。また、1951年7月5日に東京都では最も早い中学校夜間学級の設置校である現在12都府県に36校が設置されている。足立区立の小中学校に学校選択制が導入されてからも学区外から越境中学する生徒もいる。なお、 日光街道を挟んで足立高校が位置している。ありがとうございます。